どうも。ボビーアトレーザーのボビーです。いけたかなえー、今日はですね、えー、11月16日、えー、月曜日ですね、えー、第76回目のお配信になります。それでは、オープニングムービーをどうぞ。 ボビー・アトレーザーのボビーです。えー、ね、うんえー、一週間また始まりましたね。えー、ここ大阪のですね、えー、ボビー・アトレーザーのアトリエからですね、えー、配信させていただきます。いただきます、ね。いただきます。<laughs> ね、今日はあね、十、えー、日です。昨日はですね、十一月十五日、ね、えー、着物の日っていうダッシュですね。うん。毎年だが。 11月15日はですね、えー、ほぼほぼ京都に <laughs> いたしますけどね、う,んまあ、うちの、えーえー、妻がですね、えー、着物とかが、ね、好きやということですね、えー、あと、まあ、京都も好きやことですね、でまあ、僕はカメラ持って、えー、毎年行ってたんですけどね、まあ、昨日はあ朝早く目が覚めたんでですね、えー、まあ、 早いうちにね、えー、京都でも嵐山行ってみようかってことですねひょっとしたら紅葉になってるかもしれへんしと思って、えー、行ってみたんですねあのカメラに2台持って行きましたよ昨日は。でまあその <laughs> な,な,な,なかなかね、えー、やっぱりこう大阪と違ってですね、えー、嵐山の駅に着いた途端ですね、まあ、ここは近いんですよあの電車でねだけどもうなんていうなんですかねあの 電車から降りたらもう,あのしもう今年初めてあの手がかじかむいう朝7時半か8時前ぐらいかな着いたんですけどもう手がかじかむぐらいのですねえ非常にこう縛れる感じでしたねうんだからピーンとこう空気が結んでですねえだいたい昼ぐらいからブラブラッと平らな感じでね出かけてたんでね昔はえだからもうおあの全然 空気の感じとほんでまあ,あ過去のですねいろいろ投稿とかあの見てたらですねあの日記とかねほんならあちょ毎,の毎年やっぱり京都行ってるみたいなんでねあそうやったなと思って自分でも気が付かずっていうことですね、うん、で今日はですねこのスウェットをですね着てますこれはですねティーネイってねあの京都のですね、えー、辻野隆明さんのですねブランドですね。 あの,のねえ僕の、えー一えー、大尊敬する大先輩ですね恩,師恩人ですね恩師ですねうんあのはい <laughs> であっちょうだですねえー、まあ今日はですねえー、まあそのな流れもあってえー、まあえー、カメラ散歩ねえー まあ、ほとんど僕もほぼほぼ趣味もおそんなあの極めてはないんでですね、えー、今日は緩い感じでい、えー、こうかなと思います。ね、えー、まあいろんな革細工がの趣味の方とかもおとかあバンドとかねあの楽器が趣味の方とかあねいろいろいてあると思いますけどねやっぱ、まあ、プロとアーマーとかいろいろありますけどもね、えー、僕も、まあ、趣味で言うたらですね、えー、もうおー、えー 最近はまあ今思ったらカメラかなと思ったりもするんですよね。カメラカメラかなでもそんなあの周りにですね <laughs> あのおプロ中のプロのカメラマンの知り合いがあまりにも多いんでですね、えー、僕らがあの本間の趣味散歩っていうかまあ本当に、えー、そ,そういう程度のお。 あの、ね <laughs> まあ、ちょっと、えー、そういえばあー、ね、レーザーの次に、まあ、レーザーはまあ仕事じゃないですかレーザーの次に、えー、触ってるもので何やろうなと思ったらね、まあまあ、パソコンは、まあ、あこれもね、あのー、仕事で使うんで、まあまあ、カメラもまあ仕事で使ってるんですけど、まあ、これカメラの仕事なしに、えー、ブログに載っけたりとかあ、ね、作品を撮影するために、えー、カメラを使ってるだけでねただまあ,あ一番あ触ってる頻度が高いなと思ってましてですね うん、ちょっとカメラのお話でもね、えー、してみようかなと思います。ね。うん最初えー、ちょっと待ってね、えー、スライドも <laughs> ザザザザッと作ったよせっかくやからね、えーえー、スライドを交えながらですね、これ,これですね、これあのフィルムカメラですね、僕の <laughs>、えー。最近もめっきり出番がなくなりました。 一時期はもうこれを持ってですね、えー、フィルムカメラですよ、奥側に映ってるのがロモっていうね、ロモ LCA かな、で、えー、手前のがあの日本製の,、ね、あのオリンパスですよ、ね、XA やったかな、ちょっと名前、ドア制でしたけどね、えー、70年代のカメラです、今でだに現役ですね。 えー、壊れることもなくねいまだに手動で、えー、マニュアルでピントをこうやって合わせて二重 <laughs> 像になっててねこうこうピッと真ん中が覆ったらね、えー、ストローボストロボでねいストロボついとるけどあのこう、えー、きちって言うと音がしてね、えー、それであのお写真を撮ってね あのー、なんていうのマニアックかう,うちの兄貴とかもう一眼レフとか,、ね、もうなんか使って自分であの白黒で現像してましたけどねで僕はもうラしそうなんで全、ね、然ピントの甘いあのドリーミーな雰囲気の、ね、写真しかないあの撮ってませんけどね基本的にあの、えー、誰かとどっかへ出かけるとかあ、まあ、旅,行旅行いうこともないけどちょっとまあ遠足とか,あなんかちょっと遠出する時に。 えー、カメラをですね、えー、携えて、えーね、撮ってね、えー、いましたね。で、まああのー、まあフィルムをぎょカさんに入れてね大体、えー、いい感度400のやつが多かったかな僕なんかね。うん、で家族写真とかねあとまあいろいろほとんどフィルムで撮ってたんでね、まあ、今はもう家族写真もなかなかそのもう撮って 取らないっていうかもうね出かけること家族で出かけることもないのでねもう夫婦でね出かけるぐらいですよもうちょっと近場にねでもともとこうやってカメラ何でもそのとりあえずなんかカメラがね好きになった好きになってるっていうか持つようになったきっかけがですねえっとね北海道に。 旅に出たことがあったんですよね。あのギターら下げて一人旅ですよ。ね、えー、いろいろなことが行き詰まってですね。<laughs> あの二十歳くらいの時にね、うん。でまああの一人旅をした時に、あのー、やっぱこう旅に出てる人が多いんですよね。あのバイクとかツーリングとか自転車乗ってね、そういう方はねあのみんなカメラを持ってるんですよね。うん。それとは三脚。うん。でやっぱこういろんなところを撮影して回ったりするんですね。 その姿を見てあカメラやっぱ欲しいなと思ったりしてね何、まあ何てんかわからんけど、まあ、とりあえず当時買えるんで大体、まあ、こ,こ,これが関の山ですよ、まあ、まあ他にもいろいろ思ってたんですけどあの同じようなやつですねで,で壊れずにずっとあるのはここの,この、ね、ロモとオリ,あのオリンパスですね。うん でなんで三脚が必要かというとねあの自撮りが今ねスマホやったら自撮りできるんですか自撮りができないんであの景色しかないんですよね撮ってるんがねだれあのよその人あの、ね、友達とかねそういうふうにで自分の写真がないっていうのをで,ですね僕も気が付いてですねそれ三脚を持ってじ、ね、自分もそこに映るっていうね感じでね置きピンしてね、えー、そういうことをしてましたねでまあそれがあ、まあ、あきっかけでですね まあまあそんなあのみんなと大して変わらないですよ <laughs>。そんな大してねあの変わらないです。でまああのでまあちょっとこうねブログを当時え撮ったり作,作品をね撮るにあのこの GR デジタルかなこの3っていうやつかな。 うんまあ、これ別にあの望遠レンズもなんもないですよあの普通には単焦点レンズですよ。でまあまあ画角が広いからあのいろんなもの映ってまうんけどね、まあ、ほとんどもうだからあ建物撮ったりとか大体ビルとか撮ったりするのとあとはまあこれあのお接近して撮れるので、えー、ドア,アップのねあの要はあの僕で言うたらこ。 コンチョとかあ、ね、オリジナルのシルバーのものとかあるんでそれをね、えー、パチャッと取るにねあの近寄って取れますんでね、うん、ただまあちょっと画角が広いんでですね27か8くぐらいから、うんまあ、スナップシューターっていう人がよく使ってるらしいですよあの街中をパチパチと取るようにしてね。 ただ、まあうん、そういう感じでね、もうこの10年以上、これも,、あのー、もう今はもう代替、ね、わりしてますけどね、あの今もこ,うこの形、ほぼほぼこの形で、えー、進化して、ですね内容もお盛りだくさんな感じで、あのー、販売してますけどね、まあ、僕はもう、まだこれ使えるんで、えー、ずっとこれですけどね、まあ、これはもう最近持ち出すことはなくなりましたけど、おアトリエではもう、おこれはもうお、結構使ってますね。うん であとですね、えーあ、これですね、XE1、富士、e、フ,フ,フィルムですね、えー、ここからですねあのあの一眼レフですね、あの要はあのレンズ交換して、ねえー、その世界にやっと <laughs> あの、えー、50代を前にですね、えー、はこれをですね、えー、の世界に、ね、やっと入りましたね。 で,これをですねで、まあ、レンズをいろいろね変えてであのーまあ、単焦点レンズって言ってねあのもう画角が決まってるやつですねあ,のあとはもう自分で前行って後ろ行って前行って後ろ行ってってね、えー、構造を決めてですね、えー、撮るんですけどもこれがまたええー、感じでこうポワーンとボケたりとかするしね、まあ、ほとんど使い方もですね、えー、最初はピンボケの量産でしたけどね。 最初はなぜかあの60ミリっていうやつですねマクロレンズを買いましてね初めて買った 1RF のレンズがマクロレンズやってね6 0ミリっていうてね APS 換算っていうらしいんですけどそれで言うたらあのフルサイズ換算いうかな言うたらまあ,あのちょっと大きめなんですねこれ APS サイズっていうセンサーなんでねでまあ,あのこれであの街で。 最初撮影してたらですねあのえ何でも離れて撮らなあのな <laughs> 遠い遠い感じでねあの大きくするんですねあのめ割とあの肉眼で見るよりも望遠になってるんでねでもまあこれでえーあのーレーザーのものを撮ってるしてですねあのあのブログ用に最初はこれでこの分のまあレンズこの写真はですね1 8ミリの。 レンズですけどもねで、まあ、あのものすごい距離を離しながらですね <laughs> スタジオ、えー、このアトリエのです、ね、端と端っこで,ですね、えー、ものすごい距離を取りながら撮影してましたねその代わり、まあ、あピントが手ぶれ手ブレが多かったですねもうやっぱり慣れないんで,で、えー、三脚凍ったりとかしてねいろいろ宿泊して、ねえーまあ、これが うん、ある今でもこれはね今はこれ、えー、この XE1 ですね、えー、自宅の方でですね、えー、日常スナップをね、えー、1 8ミリのこの状態ですよこの写真の状態でね1 8ミリのレンズをつけてですねふだんのこう本当のスナップ撮影ですかね、うん、パッと持って取り出すような、うんまあ、ほとんど、えー、テーブルフォトですよね、うん、に使ってますね,、うん、ねあのまついてこられてますかね、うん このライブ配信をね始めること,ことでですねこのお富士フィ,フィルムですねこの今この流れてるねこの画像のですね映像のかな、うん、でまあそれ用のカメラがいるなと思って、えー、まあまあ何とかしたのがですねこの XH1 ですね。 えー、フ,ジフィルムです。これも、ね、もうあのレンズが富士フ,フィルム買っちゃったんでもう全部富士フ,フ,フィルムに、えー、のカメラでですね統一しようと思いましてね、えー、もうおずっともうこれからも富士フィルムになるでしょうね。<laughs> でまああのこのじょまあこの環境でですねあのこれをお使ってですね、えー、今も配信してますけどね、まあ、これの方があやっぱこういろいろ撮影したらですね あのー、カメラ写真の方ですね手ぶれ補正も入ってるんでね、えー、非常に、えー、助かりますねただまあちょっとあご,ごつっとしてるんでね、まあえー、パッと取り出すパッと、あのー、出かけて持って,持っていこうかなっていうふうにはちょっと、あのー、こう据え付けてますからあのあのどうしようかなと思うんですけど、ねまあ、た,ただ、あのー、こういう,う望遠レンズとかねこでかいやつあるじゃないですか。 ああこういうのをねえ最近ちょっと撮りを撮ったりするのもねえマイブームなんで僕の中でねでこれをつけてするにはちょうどあの今この撮影してる XH1 がちょうどいいんですよねあのこうグリップがついてるんでね <laughs> で手ぶれもせえへんからあのブレブレの写真があ減るんでねであのパシャッと速いしねいろんなものがねまあほぼほぼこれもあのほとんど使い こななしてていんででフルオートで撮ってますけどね全然マニュアル使ってませんけどね <laughs> あの全部オートなんであのなんかもう誰が撮っても一緒やんという感じのね感じですけどね、えー、まあ先ほどもまあこれはこれでね、えー、非常に、えー、役立ってますその中でですね今あこれですね、えーもうあのー、お散歩カメラに最,最適なというか、ねえー、ですからね、えー、これですね、えー ひとちょっと今はもう新しいが出てるんですけどねこのちょっと安く、あのーね、新しいが出てるんで、まあ、これですねこの XPRO2、ね、シンプルな、ね、このダイヤルもね,これ,ですねこれは20この間2 3ミリっていう、ね、このフレンズを買ったんですけどね、まあ、これ、まあ普段はこれに3 5ミリっていうのを使ってますよ。まあ,あ フルフルサイズ換算した、えー、5 0ミリぐらいですかねあの3 5ミリってね多分5 0ミリぐらいがあのちょうどお使う僕の中では使いやすいですねレンズっていうのはねあの個人的にあのおなんかこう例えばこハットとかとか撮る時ひ歪みがないのでまみ、あの片目でこうやって、えー、見,見えた大きさが取れるんであのー。 これとかで撮ったらですね、もう非常にあのビューンとなったような <laughs>、近づけて撮ったらね、すごい遠く離れて撮らない感じで、小さ小さになるしね <laughs>。でまあ、これで50ミリでね、撮ってて、でまあ AP、APS サイズで言うたらまあ35ミリって書いてるやつですね。それで、ほぼほぼもうこればっかりでですね、いろいろ撮るんですけどね、いろんなところ行って。一番しっくりきますねただまああ 景色も撮りたいしちょっと撮りたいし、えー、なんていうのちょっとこうポイントみたいな感じもね撮りたいなとて思うんでねそれでですねこの2 3ミリとか3 5ミリぐらいかなだいたいこの,あの両目で僕らこうふ見てるようなだい、えー、こう、はい、視野に飛び込んでくる景色の形で撮れるんであのあのこれで言ったら2 3ミリですけど3 5ミリっていうねあのフ,ル換算フルサイズ換算で言うとややこしいねこの言い方がね。 でえー、それでね2 3ミリも慣れてみようかなと思って、あのー、ね、うん、あの人を、ね、撮,撮りながらこう風景も若干ぼわっとねあのボケすぎずにまあまあで撮れるっていうかの <laughs>、まあ、ほ,ほとんどこのスマホはですね、えー、カメラはねほとんど使いません普段うん、まあ、持ってない持ち出してない時はまあ パチャッと撮るぐらいであのまああのインスタとかね,あのねちょっと撮るぐらいでねうんあの基本的にはあのカメラで使いますけどねうんでまああのこんな感じですねえこのこのこのセットでねお,お散歩散歩ですようんでこう嵐山ね着いたらもうとりあえずなんかこう駅で撮ってねでこのパチャッとねこ感じでパチャッとこうちょっとあの,あの何て言うかな 1、えー、8ミリのレンズで言ったら割ともうちょっとこうなんていうのな景色が奥の方になってしまってねあの広くは撮れるんですけどね、えー、これぐらいはまあまあちょっとまあ見えてる感じで撮れるんかなと思う感じでねあのパッとねこんな感じでパチャパチャとねブラブラとこうねレンズも小さいしねこんな感じでパチャパチャと撮れるんでね,、えー、ねちょっとこう近寄ってねこうしゃがんでね撮ってこの。 なんかこう苔,苔がね嵐山とかねこのまあまあええ感じなんでね、うん、でやっぱこうあこれは川ですねこ,この川もですねこ,れこ,のこの組み合わせでね、えー、立ってますね、うん、これ,これあの写真が何ていうんですか残ってましたねあの本当は一と日いの、ね、スライドに入れたんですけど出番がなかったんでね、うん でまあ、あのちょっとこうメールでするときに、あの写メを撮るときは、だいたいこの取り合わせでね、これでパシャッと撮ってね、うんでまあ、パソコンに入れて、ね、あの使ってますね。あ皆さんも、ね、あの趣味は、なんか、ね、僕らの周りはやっぱカメラの趣味にしてる人多いですね、あまあ旅,旅行っていうかあの、バイク乗ってとか、車乗ってとか、キャンプとかしてる人たち多いんで、でね。 ビデオカメラにはちょっとはまらなかったですけどね。<laughs> 買えばよかった話は買えば、ね、このカメラ揃えんでもよかったんやろうけどね。こうやって配信するときにね。まあまあ,あの今のこれ,こ,今これ撮影してるやつはですね。えー、動画も、ね、手ぶれがあないんでね。えー、まあまあいい感じで、ね、撮れるんで、えー、ちょっとまだ試し撮りばっかりですけどね。うん、で。 ね、そんな感じで今日はなんか趣味の話ばっかりですけどねあ,ありがとうございますいろいろ見ていただいてねえーえー、坂部さんあこんにちはねいつもありがとうございます、ね、コメントね残してくれて嬉しいですねありがとうございます、えー、町田さんありがとうございます、えー、こんにちはあ久々にリアルで入れました青森天気いいでね、えー、寒いけどあ寒い寒いやろねやっぱりえー、ね大阪はねまだね あのー、寒さはねね、えー、ですね、うん、昼間はね、まあまあ、夜は寒いでも多分青森とかでも多分、えー、全然ましや思いますねでまあ,あ昨日の京都はあの昼間扱ってまあ、朝が寒いな思って、まあ、昨日は、まあ、僕もお2時過ぎぐらいまでおったんかなあ嵐山ね朝朝からね、うん、まあ最近日が暮れるのも早いんでえー、ねもうす戻ったんですけどね、うん、こぶ前にね だけどまあ、久しぶりにこう歩いてですね、あのー、程よいこう足,足の疲れがありますけどね、うん、まあやっぱ昨日も、うん、やっぱりあ空いてるなと思ったんですけど嵐山のね京都の方もただもう午後,午後ぐらいになってきたらねわんさかわんさかあのあ原宿の竹下通りみたいにだんだんなりつつありましたねあうこう,こうやっぱりこう来たかと思ってあとあの多分 GoTo とかね ーあれでしょうねあれもあ手伝ってかあーボートとかをえてる人がですご、ねうん、何やったかなボートもそうやしなんか,なんかああそうそう,あのこう人力車。 ね人力車もフル稼働のようになってましたね多分 GoTo ト,トラベルのなんかあるんでしょうねケンカなんか僕,僕、ね、ほとんどアトリエに行くから GoTo ト,トラベル一度も使,い使わないまま終わると思いますけどね。<laughs> ね、まあ、ほんまはあのカメラ持ってねどっか行けたらなと思いますけどね <laughs> あの使い方もようわからんし、うんまあ、基本的にはあのもうこ,ここのアトリエを基準に。 ちょっと行ってちょっと行ってぐらいしかないんでね、うん、だけどまあ,あねあのー、カメラでもそうだしまあ本当はまは趣味やねかあったらカメラのおなんか作ればいいんやろうけどねいろいろいろんなカメラのねこのおグッズとかみんな作ってるじゃないですかマニアの人はねあのこうなんていうケースみたいなとか <laughs> あのね僕はそっちの方はあね まあ,あのやってはないですけど、ねうんはい、いろいろある,あると思いますけどねあのカメラでもそうですしこのレーザーの世界でもそうですしやっぱこう何て言うのそれよに向いてる感じのジャンルってあるじゃないですか。僕の場合だとレーザーファッションとかあ、まあ、ハンドメイドハンドステッチのお レザーのスタイルでしょでもだからカービングのスタイルの方とかあのかっちりしたねあのしつじゅう冒なあトランクを作るような、ね、革職人の方とかあとあの,あの財布とかそういうふうなの細かい作業をねあのさ,される方とか、ね、革靴作りの方とかあいろいろね素材はレザーでもこうあるみたいに、ね、カメラでもね あ,のありますよね生物が生物っていうかほあの、ねおね、例えば僕とかみたいなあこういう,う商品とかをぶつとりする方が得意な方とかあとあの僕の中であの、ま、周りで多いがライブ、ね、コンサートのライブ写真とかねアーティストのねミュージシャンとかのとかを撮影してる方とかねあとあの僕の友達のですね、えー、小原君もそうなんですけどあの旅ね 旅を風景がというかのロケーションというかあバイクでですね回った時にここ絶景ポイントとかこうこういう風景写真とかいう、ね、あの作品を,を撮り続けている、ねえー、ラ,イダーーライダーのーカメラマンとかね、うん、いろんなジャンルが、ね、このカメラの,、ね、この写真機一つでもね、あのー、いろんなジャンルがあるようにやっぱりこう なんていうのなどっかにみんな特化するしてる人が多いなと思ってねうん、僕もお僕はな何やろうな思いながら <laughs> まあ先ほどこう自分でこうふだんまあまあしこの趣味の話やけどあの写真をこう撮り,撮りながら思うがあれですねあのなんかこうもともとこうね作品をブログに載せることとかあなんていうの。 作品のコースからブログでに、ねうん、撮るための,あの作品を撮るためのお撮影機材っていうか、うん、そこからこう派生していってであとおねやっぱりそのそれ,それによる道具っていうかレンズの選び方とかあったりするみたいにね、うん、まあさっきけどお、ままあ、ちょっとね散歩がてら写真撮ると同時にえー、っと 撮,りとかをね、撮ってみたいなとかあちょっとこれ野鳥を撮る人とかいててええー、なー思ったりもしてたりしててねそういうの、ね、こうーテーマを持って、ね、撮影されてる方も多かったりするでしょ。でだからその時に応じたレンズっていうのをね、えー、機材とかを探したりとかそういうふうな感じでね、えー、いろいろおなんかこう触手を伸ばしてねまあまあ,あのこのまあ いい形でのねライフワークっていうの一つとしてねこういうカメラで、えー、撮るっていうのもねあのー、なんかこう続けていきたいなと思いますし、うん、やっぱ構図の勉強とかねあとねなんていうのなんかこう、まあま、でも最近は絵を描いてる時間が少ないんですけどおいろんなこう構図構図とかねレイアウトとかあと色合いとかあのなんかいろんなあーアートをね瞬時でこう パッ目にんかこう飛び込んでくるのが感覚がですねあのやっぱり養えるような気がしますねうんぼっと見過ごすようなことがですねカメラを持ったらですねパッとこうシャキッとね止まってでこの感じやったらこの画角でいけるなとかなんとなくあのなんとなく肌感覚で分かれるようにはなってきたんでねそれはまだ楽しい 感じになりました、ねうんまあ,あのこれからねあの紅葉とかも多いですしね、うん、あのお出かけする時,時,期も時間もねあると思うんでねあの芸術の秋をね,、えー、ねカメラで、ね、レザーを着て、ねレ,ザーえーね、レザーを小物とですねあのこういうカメラはね何でもいいと思いますけどね。 うん、自分にご自分にフィットした世界のねカメラをね持って、えー、なんかこうアートに触れるっていうのはいいと思いますねそれでは今週もね、えー、1週間素敵なーアートに触れてですね、えー、充実した一日をお過ごしくださいそれではまた会いましょうボビーでしたじゃあねバイ